後半戦キックオフです。後半戦も引き続き実況西岡、解説堀池拓実さんでお伝えしていきます。サイドへ振る、いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。取りました。いいタックルだ。ボールをキープしました。キーパーがキャッチします。ここから攻撃に持っていきたいですね。ドログバ、スティーブンス、うまい、スペースを見る、これは来た、ゴールが決まった。ナイスね。EA カップ決勝戦にふさわしい素晴らしいゴールが決まりました。そうですね、しっかりチャンスをものにするいいゴールでした。これで余裕もできましたよ。この展開に特に驚きはないでしょうか、堀池さん。はい、チーム力にそれなりの差がありますからね。やはり結果にも反映されますよ。リスコ、スティーブンス、この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。ドログバ、中に人は、クロスが上がりましたが結局相手のボールになりました。タッチラインを割りました。スローインです。スティーブンス、フォード、ボールはどちらにこぼれるか。ナイス。ここで攻守が入れ替わります。前方に運びました。おごめん、リスコ、おしゃれに決めてきました。トシッチ、リスコ、トシッチ、あごめん、味方もうまく使いたい。さあ折り返した。ボールに寄せたのはディフェンスでした。ダッシュ、寄せが早い。スローインに変わります。ミスパスがありました。フォール、トシッチ、ジョンソン、ごめんごめん、攻守の切り替えが大事です。中盤でボールをカットしました。倒れている選手がいます。肉離れでも起こしたのでしょうか。 D、 コーナーからゲームは再開です。レフリー、イエローカードを提示します。
選手たちももう待ちきれない表情です。タップまで残り1、いいスコー、マジで反応は、それはいいっすね。ドログバ、このヘッドは浮いてしまいました。ボールをコントロールするまでの余裕がありませんでしたね。いや、狙いましたか。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。になりました。イエローもありますか。ドログバ、ドログバ、ホイッスルが鳴って試合終了。最終スコアは2対0完勝と言っていいでしょう。全日程が終了し、カップウィナーが誕生しました。素晴らしいパフォーマンスでしたね。ここまで勝ち上がってきた勢いを感じましたよ。前に出しました。